奥三河パワートレールは、愛知県奥三河地域の新城市、設楽町、豊根村をまたいで実施されるトレイルランニング大会。2015年に第1回大会を開催。以降、毎年4月に実施されている。レースプロデューサーは、石川博樹。2018年までの過去大会において、むね累積標高約4000メートル、総距離約70キロメートル。 参加資格として以下いずれかを満たすことを設け、制限時間も13時間30分と比較的短めであることから、中、上級者向けの大会となっている。愛知県最高峰の茶臼山高原をスタート地点とし、湯野屋温泉を終点とする約7 0トルのワンウェイコース。2019年第5回大会のコースは以下の通り、 チャウス山レストハウス前からチャウス山山頂から継ぐ、高原牧場継ぐ高原グリーンパーク面の、木峠面の木牧場5番石山山頂笹、グれ峠多高塚川林道下ら大橋、小松集落岩古屋山山頂倉掛、山山頂四谷千枚田ふっ坂峠浦山、棚山高原放来寺山放来寺、パークウェイ歩道橋湯野屋温泉大駐車場を組川。 パワートレールのコースの特徴としては大きく二つある。一つ目に前半と後半で大きく様相が異なる。前半はおおむね下り基調。後半はおおむね上り基調となっている。とりわけ後半はシャドの高い急登やはしごを幾度も上る。二つ目に上り以上に下りの総距離が長い。奥三河パワートレールコース紹介。2019年4月8日閲覧。 奥三河パワートレール参戦期。2018年5月1日閲覧。奥三河パワートレールリザルト。2019年4月8日閲覧。奥三河パワートレールリザルト。2019年4月8日閲覧。ありがとうございます。